拍子抜けたな。セイバーならそれぐらいは気がつくと。そうか、体を維持するために頻繁に眠るって言ってたのはそういうことかも。それに土蔵だったら隠れる場所には事欠かないし。セイバー、朝飯の支度をしてくる。セイバーの分も用意しとくけど、眠かったら無理に。また後で来るから、それまで休んでてくれ。おはよう。朝早いのね、あん。父さんか。どうした？なんか。別に。朝はいつもこんなだから気にしないで。おい。大丈夫かお前、なんか目つき。だから気にしないでって言ってるでしょ。顔でも洗えば目が覚めるわ。そっちの廊下からのが近い。顔を洗うだけなら玄関側の廊下に洗面所がある。ああ、そういえばあったわね、そんなのが。シロー、誰か来たけど。ああ、気にしないでいい。この時間に来るのは身内だから。まったく、チャイムなんて押さなくていいって何度言っても聞かないんだからな、さくらは。おはよう、マトウさん。こんなところで顔を合わせるなんて意外だ。調査官先輩。それが、話すと長くなるんだけど。長くならないわよ。単に私がここに下宿する。先輩、本当なんですか？要点だけ言えばな。ちょっとした事情があって、遠坂にはしばらくうちにいてもらう。ごめん、連絡を入れ忘れた。朝から驚かせてすま。謝らない。
ないでください先輩。そば、確かに驚きましたけど、そんなのは。ええ、これは私とシロウで決めたことよ。家主であるシロウが同意したんだから、もう決定。この意味、わかるでしょ、マトウさん。わかるって、何かですか。今までシロウの世話をしていたみたいだけど、しばらくは必要ないってことよ。来られても迷惑だし、来ない方があなたのためだし。わかりません。はい。私には東坂先輩のおっしゃることがわからないと言いました。ちょっとさくら、あんた。お邪魔します先輩。お台所お借りしますね。おい、遠坂。お前、どうして桜が俺ん家に来てるって知ってたんだよ。今まで。ああ、それなら、前にちょっと小耳に挟ん。それより驚いたわ。あの子、ここじゃあんなに元気なの？学校とじゃ大違いじゃない。いや、俺も驚いてる。あんなにトゲトゲしい桜は初めて見た。うちに手伝いに来てくれてる時と学校での桜は変わらないよ今。そうなんだ。まずったわね。桜があんなに孤児だとは知らなかったわ。住んだことは仕方がないだろ。それよりまずい。そりゃまずいでしょう。これからこの家は戦場になるかもしれないのよ。だから私たち以外の人間を寄せつけないようにってさくらをたしなめ。あれでたしなめてたのか。俺はてっきりいじめてるの。そこ、なんかつまんないこと言った今。率直な感想だよ。それよりさくらのことだ。どうする？あの、そんなのを何とかするしかないでしょう。で、さくらが来るのは朝だけ？それとも夕食もこき使う？誤解を招くような言い方するなよな。朝は毎日だけど、夕飯はそう多くな。そう。それじゃあこれからは毎日になりそうね。毎日って何？というわけなんだ。さくら、ああ、今うちに来てくれてる子はさくらって言うんだが、さくらは魔術師でも何でもない普通の子で、聖杯戦争なんかに巻き込むわけにはいかないだろう。できれば知らないままで。だからだな、今朝のさくらはどうもおかしいんだ。遠坂が原因なんだが、そこに追い打ちをかけるのもどうかと思う。まあ、いや、だからさくらは見知らぬ他人がうちにいることに驚いてるんだ。そこにサイバーが出て。いいえ、シロウの言いたいことはわかります。つまり私はこ、そう、そうしてくれると助かる。さくらを送り出したらすぐに戻ってくるから、朝食はその時で。
シロ。ん？なんだ、セイバー。はい。そのようなことを私に説明する必要はありませんが、もう少し落ち着くべきです。さ、え、慌ててるか？俺。とても。今に戻るのでしたら、その前に気を落ち着けることです。いかがですか？うん、じゃあお言葉に甘えて。遠坂、お前、朝飯は食べない主義じゃなかった？用意されたものは食べるわ。当然の礼儀でしょ、それって。ま、いいならいいか。それじゃ、いただきます。あ、それと。いえ、これが私の仕事ですから、気にしないでください。じゃあ。まったく、いい身分だこと。後輩に朝食作らせるなんて、どこの王侯貴族なんだか。まあ、それはおいおい問い詰めるとして。そんなことはないけどな。どうもさっきからなんか忘れてる気がする。まあいっか、どうせ大したことじゃないんだろう。遠坂さんがいるの？それは今日からうちに下宿することになったからかな。あ、そうなの。遠坂さんも変わったことするのね。うん、あいつ結構変わり者だ。学校じゃ猫か。そっか、今日からここに下宿するのか。何すんだよ、フジネ。味噌汁だぞ、炊きたてのご飯だぞ、つくね煮込んだ鍋物だぞ。こんなもんかけられたら熱いだろって。なぜに朝っぱらから鍋物だぞ。うるさい！あんたこそ何考えてるのよ、シロ。同い年の女の子を下宿させるなんて、どこのラブコメだい。笑いを取るつもりなんかねえってば。てか、あ、あ、
やけどする。さくら、タオルくれ、タオル。はい、冷やしたタオルでしたら用意しておきました、先輩。サンキュー、助かる。うわっ、襟元からつくねが必要以上に加熱されたつくねが。タオルは後、そんなことより申し開きしなさい、シロ。あんた本気でそんな。おう、そんなの当たり前だ。俺がこの手の冗談苦手だって。とにかく遠坂はうちに止めるんだ。文句は聞くけど変更はしないから言うだけ無駄だぞ。そんなの大却下。何のつもりか知らないけどダメに決まってるでしょう。おない。いや、そこをなんとか。別にやましい気持ちなんてないし、遠坂とはそういう関係でもないんだ。ただたまたま事故に遭ったっていうか。うるさーい。ダメなものはダメなの。私は下宿なんて許しません。遠坂さんの事情は知らないけど、ちゃっちゃと帰ってもらいなさい。先生、下宿は許しませんとおっしゃいますけど、私はすでに一泊してしまったのですが。え？ですから昨日止めさせていただいたんです。いえ、正確には土曜の夜からお邪魔していますから2泊でした。今は別棟の客間を借りて荷物も運んであります。どうでしょう先生、客観的に見て私はもう下宿している状況なのですが。シロ、あんたなんてことするのよ。こんなこと桐次さんが知ったらどう。どうなるかって、親父だったら間違いなく喜ぶぞ。男の解消とかなん。同感。女の子にはとことん甘い人だったからな。何？助け舟出してほしいの？遠坂の政治手腕に期待する。オッケー、それじゃあサクッと解決しますか。藤村先生、エミヤ君を振っても出るのは悲鳴だけですから、そのあたりでやめてあげてください。それに。ん？何よ遠坂さん、そんな真面目な顔したって怖くないんだから。教師として、何よりし。それはなぜでしょうか。うちの学校には下宿している生徒も少なくありません。生徒の自主性を伸ばすのが我が子。何よ、難しいこと言ったってダメなんだから。大体ですね、こんなところに下宿したって自主性なんて芽生えません。ご飯は勝手に出てくる、いつも綺麗、お風呂は勝手に沸いてるっていう夢のようなお家なんだから。こんなところに居候してたら堕落しきっちゃうわよ遠坂さん。不死ね。それにね、原則として下宿していい生徒は家が遠い生徒だけよ。遠坂さんのお家、確かにここより遠いけど登校できない場所じゃないでしょう。ちゃんだってあっちから通ってるんだから下宿する人。それが今うちは全面的な改装を行っているんです。古い建物ですから、そこかしこにガタが来てしまっていて、改装が終わるまではホテルで暮らそうと考えていたのですが、偶然通りかかったエミヤ君に相談したところ、それはお金がもったいない。
それは確かにシロっぽい発言ね。はい、あまり面識のないエミヤ君からの提案には驚いたのですが、確かにホテル暮らしなんてもったいないし、何より学生らしくありません。それなら学友であるエミヤ君の、話はわかりましたけど、それでも問題はあるでしょ。遠坂さんとシロは女の子と男の子なんだから。どうかとはどんなことでしょうか、先生。だからね、遠坂さん美人だし、シロもなんだかんだって男の子だし、間違い何も間違いはありません。私の部屋は別棟の隅、エミヤ君の部屋は蔵の近くにある和室です。距離にしてみれば20メートル以上離れているじゃないですか。うん、別棟には鍵もかかるし、違う家みたいなものだでしょ。それとも藤村先生はエミヤ君を信用していないとでも。先ほど先生はエミヤ君の教育係だとおっしゃいました。ならエミヤ君がどの、失礼ね、シロはちゃんとしてるもん。絶対女の子を泣かせるような子じゃないんだから。なら安心でしょ。私もエミヤ君を信用していますから。ここここでは、リンの指示に従うように。危険が迫った時は、私を必要としてください。それでマスターの異常は感じ取れますから。それじゃあ行きましょうか。この辺りの道は不慣れなんだから、学校までの近道ぐらい。シロって持たせてるよ。サクラは悪いことなんてしないし、ずっと世話になってるからな。ああ、その分で行くと遠坂にはそれは構わないけど、どういう意味よそれ。悪いことするだろ。それにお前、鍵なんかなくても困らないんじゃないのか。必要ないものを作るほど。はあ、そうですか。ええ、シロの言う通り、これっぽっちもいら。うん、どうした朝倉。戸締まりができたのなら行こう。今朝は遠坂もいるし、できるだけ早めに行きたいんだ。話さないとダメかな。
うした遠坂、なんか坂道あたりから様子が変だぞ。お前、え、やっぱり変？今朝の私。いや別に変じゃないが、その反応が変だ。先輩、その説明は矛盾してます。遠坂先輩が聞いているのはそういうことじゃ。何を聞きたがってるって言うんだよ遠坂。ですから遠坂先輩は周りから見られているから、どこか自分の姿がおかしいのでは。そうだけど、やっぱりさくらから見ても変？おかしいな。今朝は眠いながらもちゃんとブローしたし、制服だってシワ一つないと思うんだけど、やっぱり慣れない家で寝た。なんでそこで俺に怒鳴る？遠坂が寝慣れないのは俺のせいじゃないし、仮にそのせいで遠坂の目にクマができていたとしても大したことじゃない。気にするな。何失礼なこと言ってるのよ。女ってのは生まれた時から自分の身だしな。ああもう、今まで外見だけは完璧でいいよって繕ってきたのに、それも今日でおしまいってこと。だからなんで俺を見て怒鳴るんだよ遠坂は。なんで遠坂が変なのかは知らないが、間違いなくそれは俺のせいじゃない。八つ当たりはよそでや。違いますよ遠坂先輩。先輩は今日も綺麗です。みんなが遠坂先輩を見ているのは私たちと一緒だからです。先輩、今まで誰か。え？何？その程度のことでこんな扱い受けるわけ？侮れないわね。10年も通ってれば学校なんてマスターしたつもりでいたけど。だな。遠坂が誰かと投稿すれば騒ぎになるのは当然じゃないか。それですね。けど遠坂先輩、そういうの気にしない人なんです。だから今まで。へえ、そりゃよかった。外見に騙されて泣きを見た犠牲者は今のところ一人だけって。朝から頭痛いのがやってきちゃって。まあ、さくら。兄さん。どうして道場に来ないんだお前。僕に断りもなく休むなんて。よし、信じ。朝練ご苦労様だな。え、エミヤ、お前。そうか、またエミヤの家に行ってたのか。はい、先輩のところにお手伝いに行っています。後輩としての義務だって。まったく泥臭いなお前は。勝手に怪我したやつなんて構うことないだろう。しかしなんだね、そこまでうちの邪魔して楽しいわけ。エミヤ、さくらは弓道部の部員なんだからさ、無理やり朝練をサボらせるような真似しないでくれ。言い過ぎだって。それはお前の方だよさくら。エミヤが一人住まいだから何だって言うんだ。別に一人でいいって言うんだからさ。兄さん、やだ。まあいい、今日でエミヤの家に行くのはやめろよさくら。
僕が来いって言ったのに部活に来なかったんだ。そおはよう、マトー君。黙って聞いていたんだけど、なかなか面白い話だったわ、今の。え？トッサか。お前。別に意外でも何でもないでしょう。さくらさんはエミヤ君と知り合い。私はエミヤ君と知り合い。だから今朝は三人で一緒に登校してきたんだ。エミヤと知り合い？ええ、きっとこれからも一緒に学校に来て一緒に下校するぐらいの知り合いだから、さくらさんとも付き合っていこうかなって。エミヤと、だって。そんなバカな冗談がきついな、遠坂は。君がエミヤなんかと。ああ、そうか。君、勘違いしてるんだろう。そりゃ確かに、ちょっと前までエミヤとは友達だったけど、今は違うんだ。そうなの？よかった。それを聞いて安心したわ。あなたのことなんて、うわ。お前。それとマトー君、さっきの話だけど、弓道部の朝練は自主参加のはずよ。欠席の許可が必要だなんて話は聞いてないわ。そんな規則、私はもちろん。うるさいな。兄貴が妹に何をしようが勝手だろう。いちいち人の家の事情に首をつ。ええ、それは同感ね。だからあなたも、エミヤ君の家のことをあれこれ言うのは筋違いじゃない？まったく。わかった。今朝の件は許してやる。けどさくら、次はないからな。今度何かあったら、その時は自分の立場。朝からいい運動になったわ。頭のギアがスパッと上がったし、ようやく調子が。それに謝るのは私の方だし。ちょっとやりすぎだったわよね、今の。あいつだって立場があるんだし。マトー君が落ち込んでたら後でフォローしてあげて。これに懲りずにまた突っかかってきてもいいって。兄さんが懲りていなければまたお相手をして。先輩もできれば送らないで。兄さん、先輩しか友達。わかってるよ。怒るなっていうのは無理だけど、シンジはああいうやつだってのは知り合った時からし、ま、なんかの拍子でまた付き合いが深くなるのは目に見えてるしさ、気長にやっていく。はい、よろしくお願いします、先輩。それじゃあ先輩、今日も一日頑張りましょうね。なぜに遠坂と一緒にいるのか、エミヤシロ。あら、おはよう、リュウドウ君。朝からハウワとはご挨拶ね。
目覚めから嫌な予感がしたが、まさか暗検察とはな。えい、いいからこっちに来い。エミア、遠坂の近くにいたら毒が移る。毒が。行くがいい。誰も止めはしないからな。シロ、昼休みに屋上。さっきのは悪乗りしすぎたか。休みの間に親密になったんだ。まあちょうどいいか。しばらくは一人でいろいろやらなくちゃいけないからな。遅い。何のんびりしてるのよ、シロ。遅れたのは悪かったと思ってる。思ってるんで差し入れを持ってきたんだが、その様子じゃいらないか。あんた、朴訥な顔して結構気が利くのね。ただの気まぐれだよ。ほら、もうちょっと。ここだと風が当たるし、人目につくだろう。ありがとう。次は紅茶にしてね。私、インスタントならミルクティーだから。それ以外はありがた。はいよ、次まで覚えていたらな。それよりなんだよ、こんなところに呼び出して。人気がない場所を選ぶあたり。当然でしょ。私とシロの間で他にど。ああ、それはそうだな。で、どんな。何よ、ずいぶんクールじゃない、あなた。ん、まあ寒いからな。できるだけ手短に済ませたい。遠坂はそうでもないのか。そんなわけないでしょ。私だってさっさと用件だけ。まあいいわ。それじゃあ単刀直入に聞くけど、シロ、あなた放課後？あ、いや別にこれといって予定はないよ。生徒会の手伝い事があったら手伝うし。なんだよ、その露骨に呆れた顔は。言いたいことがあるならはっきり言ってくれ。まったく、あなたがどうなろうと私は構わないんだけど。まあ一つだけ忠告してあげるか。今。またそれか。魔術師として未熟だっていうのはもう耳にタコだ。気にしてる。いじめてなんていないわよ。ただシロが学校の結界に気づいてないようだから未熟だって言ってるの。待て、学校の結界って、それはまさか。まさかも何も、他のマスターが張った結界だってば。かなり広範囲に仕組まれた結界でね。発動すれば学校の敷地を。種別は結界内にいる人間から血肉を奪うタイプ。
まだ準備段階のようだけど、それでもみんなに元気がないって気づかなかった？つまり学校にマスターがいる。そう、確実に敵が潜んでいるってわけ。わかった、エミヤ君。そのあたりか。それでそのマスターが誰かはわかっているのか？いいえ、当たりはついてるけどまだ確証が取れてない。まあ、うちの学校にはもう一人魔術師がいるってことは知ってたけど、あなたみたいな素人がマスターになる場合もあるんだし、断定はできないわ。うん、俺は素人じゃない、ちゃんとした魔術師だ。またと。そうよ、けどそいつからマスターとしての気配は感じないのよね。真っ先に調べに行ったけど、レイジもな、よっぽどうまく気配を隠しているなら別だけど、まずそいつはマスターじゃないわ。だからこの学園に潜んでいるマスターは、シロみたいに半端に魔術を知っている人間だと思う。ここのところさ、微量だけど私たち以外の魔力を後者に感じるのよ。それが敵マスター。魔術師ではないマスターか。遠坂が断定するからには相当。それは信じるけど。そうか、うちの学校そんなに魔術。そんなにって、私とその子だけだって。魔術師ってのは家柄を大事にするでしょ。こんな狭い地域に二つの家系が根を張った場合。そうなのか。けど俺は遠坂の家のこと。エミヤ君家は特別。エミヤ君のお父さん、教会から離反した一匹狼だったんでしょうね。たまたまこの町が気に入って根を下ろしたんだろうけど、私たちにバレたらもらうものもらうことになるし、それが嫌で隠れてたんじゃないかな。なんだよ、そのもらうものもらうって不穏。気になる？それは将来シロが一人前になったら取り。まったく、本当に猫かぶってやがった。何が学校一の優等生だ、この詐欺師。あら、いけない？外見を飾るのだって魔術師としての義務でしょ。ほら、私は遠坂家の跡取りだし、火の打ち所のない優等生じゃないと天国の父さんに顔を合わせられない。父さんって、父さんか。ええ、私が子供の頃死んじゃった。ま、十分長生きした。それは嘘だ。人が死んだら悲しいだろ。それが肉親ならなおさらだ。魔術師だから仕方がないなんて言葉でごま。まあ、そうね。エミヤ君の意見は反論できないぐらい正しいわ。I heard that you addicted to these hands now, girl.